アラサー女子初夏の函館グルメ旅。この日の函館はあいにくのお天気。そんな時は気持ちを切り替えて函館グルメ食い倒れツアー。まずは函館駅から路面電車に乗り込み、ランチしか営業しないウニ丼のお店へ。看板メニューの五大ウニ食べ比べ丼をオーダー。道内各地のウニがたっぷりと盛られて輝いています。昼から贅沢に北海道の味覚を味わった後に向かうのは函館の定番観光スポット五稜郭タワー。お目当てはタワー内2階のジェラート店。近郊で生産された良好なミルクを使用したジェラート、北海道の野菜やフルーツを使ったフレーバーを楽しめます。スイーツとコーヒーでほっと一息し、まだまだ行きますよ。函館といえば北海道三大ラーメンの一つ函館ラーメンも欠かせません。函館ラーメンは基本的に塩の透明で澄んだスープ、縮れの少ない麺、すっきりとした味わいが特徴です。老舗の本店の味を堪能。少し休憩を挟んだ後はキンキンの生ビールで乾杯。あのローカルバーガーチェーン店へ。今回はあえてバーガーではない他のメニューをチョイス。種類が豊富で何度訪れても飽きないお店。地元から愛されるのもわかります。たまにはこうしてローカルフードを食べまくるのも旅の醍醐味。たとえ函館旅行が雨でもがっかりしなくて大丈夫。それでは初夏の函館グルメ旅へと皆様をお連れします。皆さんこんにちは、ぬかれいこです。今私は夏の函館に来ています。今回は函館で美味しいものをたくさん食べまくるグルメツアーをしたいと思います。昨日 JR 大宮駅から新幹線に乗ってここに来ました。まずは駅弁を購入してはやぶさを待ちます。大宮から函館までの乗車時間は約3時間40分。車内は観光やビジネス需要でほぼ満席でしたが、盛岡や新青森でほとんど降りて一気に着きました。今回お世話になったのはラジェントステイ函館駅前、まことの提灯が目を引く複合施設運び間の中にあります。場所は JR 函館駅を出たら左手側、徒歩1分の超駅近。駅に着いたらすぐホテルというのは何かと便利です。2019年末開業なので比較的新しくて無駄のない綺麗なお部屋です。窓の外はあいにくのお天気、強く降ったり止んだりという感じ。今回は街歩きは諦めて、その代わりに美味しいものをたくさん食べようと思います。では行ってきます。1軒目のグルメスポットへは路面電車で向かいます。7、8分間隔で運行しているので本数も多くてとても便利。現金の他に交通系 IC も使えます。湯の川行き、よし、この電車で間違いない。グルメ旅1軒目、目指すはウニ丼の店。最寄り駅は中央病院前という駅。降りる際は車内のボタンを押して知らせます。函館駅前から揺られること7駅、約13分で到着。いつの間にか雨も止んでる。よかった。ウニ丼ウニ丼、頭の中はもうそればかり。路面電車降りてから徒歩約3分で着きました。ウニ専門店余一屋函館魚政店。夜は居酒屋として営業する魚政に昼限定でウニ専門店余一屋が出店しているんです。余一屋はその名の通り余一町発祥のお店。独自開発の生ウニ熟成製法によってウニを美味しいまま提供してくれます。五大ウニ食べ比べ丼が名物。お値段は税抜き6000円。本日のウニは松前、礼文、稚内、利尻、松前。きたー、これは贅沢すぎる。ウニがキラキラと輝いてますよ。想像以上のものが出てきました。カニの甲羅で出汁を取った温かいお味噌汁も嬉しいですね。それではいただきます。まずは松前の白ウニから。うん、甘い。レブンの赤ウニは濃厚。今度は贅沢に紅白同時にいっちゃいましょう。幸せとはまさにこのこと。パリッとした焼き海苔にのせて手巻きウニ。これが美味しくないはずがない。お醤油を少しだけつけて口に含むと磯の香りがウニの旨味を引き立たせてくれます。お味噌汁はカニの出汁がしっかりと効いてる。こちらも美味しい。ちなみに白ウニは紫ウニ、赤ウニはバフンウニのこと。甲
こうして食べ比べてみると、ウニって品種や産地で違うんですね。奥深さを感じます。北海道は美味しいものがたくさんあるけど、ウニは絶対に味わいたいものの一つです。美味しかった、ごちそうさまでした。いや、半年分のウニを味わった気分、ウニを思う存分食べてみたいという人にはとってもおすすめです。ウニ専門店よいちやとしての営業時間は11時から14時、ラストオーダーは13時30分、ランチタイムのみなので訪れる際はご注意ください。ところでこの辺りはどうやら函館の夜の街のようですね。今は人通りが少ないけど、夜になると活気があるのかな。さて、ウニ丼の後はさっぱりとしたジェラートを食べに行きましょう。お目当てのお店は五稜郭タワーの中。路面電車を使う場合は五稜郭公園前で下車します。ここから五稜郭タワーまでは歩いて約15分。あ、大黒にゃ、旭川で人気のジンギスカンのお店、函館にもあるんですね。私の動画に大黒屋おすすめですのコメントたくさんもらいました。いつか行ってみたい。大黒屋を過ぎて少し歩くと、あった、この銅像に向かって右手側の道を進んでいくと見えましたね、五稜郭タワー。五稜郭に合わせた特徴的な形です。そのすぐ近くにあるのがラッキーピエロ。こちらは五稜郭公園前店。ラッキーピエロは函館に来たら外せないハンバーガーレストランチェーンです。そしてこちらも函館発祥、アジサイ本店。どちらも五稜郭タワーのすぐ目の前にあります。タワーは地上90メートルの展望台へ上がれるのですが、あいにくの天気だし、以前にも来たことがあるので今回は登らないでおきます。お目当ては五稜郭タワー2階函館ジェラートミルキッシモ。展望台は有料なのですが、この2階のフロアまでは無料で入ることができます。たくさんあってどれにしようか迷うな。限定の味フレッシュコーン、こっちも美味しそう。よし、決めた、買ってこよう。コーヒーと紅茶もあるんだ。じゃあホットコーヒーも追加でお願いします。色鮮やかなジェラートのショーケース、わあ、あっちも美味しそうだな。見ていると全種類味見したくなっちゃう。私がオーダーしたのはミルク、ハスカップ、かぼちゃの3種類。まずはかぼちゃ、優しい甘み。ミルクは安定の間違いない美味しさ。ハスカップは色鮮やか、甘酸っぱいフレッシュな香りが口いっぱいに広がります。ミルキッシモは函館発祥のジェラート専門店。函館近郊で生産された良質な牛乳を使っています。冷たくなった口の中に温かいコーヒーをごくり、ふぅ、なんだか落ち着く。この組み合わせ意外と合うな。こうして北海道のミルクや野菜、フルーツをスイーツとして味わうのも楽しみ方の一つですね。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだけど、せっかく函館に来たんだし、もう一軒行きたい。というわけでお腹を落ち着かせるために軽く散歩、五稜郭タワーのすぐ隣の五稜郭公園に来ました。江戸時代奉行所が置かれ、蝦夷地の政治の中心だった五稜郭。その後函館戦争を経て、現在は公園として無料で開放されています。約25ヘクタール、東京ドーム5個分以上の広大な敷地。静かで散策しているだけで気持ちも整います。この植えられた桜の木は例年ゴールデンウィーク頃が見頃だそう。満開の頃にまた来てみたいな。函館グルメ旅、まだまだ行きましょう。お次はここ麺中坊あじさい本店。あじさいといえば塩ラーメンですが、味噌や醤油、カレーラーメンというのもあります。案内されたのはこちらのお席。壁一面に食べに訪れた人の名刺がびっしり。ここに貼ったことあるという人もいるのではないでしょうか。売れてます、札幌クラシック。飲みたいけどビールは夜まで取っておこう。そうこうしてる間に来ました、あじさい塩ラーメン。ではいただきます。この輝くスープ、塩味が結構効いてる。あじさいはカップラーメンにもなっているから有名なお店ですよね。函館駅や新千歳空港にも店舗があります。麺は中細の軽い縮れ麺。そんなにお腹空いていないのにぐいぐいいけちゃいます。トッピングの卵、半熟具合がちょうどいい。このスープとの相性も最高。チャーシューは大きい、柔らかいのにさほど油っぽくない。これはお麩？ラーメンにお麩が乗ってるって珍しいですよね。調べてみたら青森と秋田、北海道の一部の地域では定番なんだそう。
テーブルには気になるエゾ油胡椒の瓶が。胡椒にホタテの貝柱や昆布など厳選した道産の食材をふんだんに使用した調味料なんだとか。こういうの見ると途中でついつい味変したくなっちゃうんですよね。まずはエゾ油胡椒だけ。うん、ピリッと美味しい。アーモンドも入ってるんだ。面白い。このスパイシーさ、チャーシューに合うに決まってる。これはこれでいい。味変成功。あっさり塩味にパンチが足されて、またまた箸が進みます。やっぱり夏は塩ラーメンでしょう。ごちそうさまでした。だいぶ心もお腹も満たされましたよ。函館、食べたいものがありすぎて胃袋が足りない。外はまた雨。ひとまずホテルに戻りましょう。一休みしていたらすっかりと夜になりました。それでは函館グルメラストの店に向かいます。函館駅周辺は朝市やビジフォのエリアなので、夜は人通りも少なく結構静かです。そんな中、看板に明かりが灯るお店が、ラッキーピエロ函館駅前店。この看板見覚えあるのではないでしょうか。以前の函館動画でもこちらにやってきました。ラッキーピエロは函館を中心とした道南エリアに17店舗展開するハンバーガーレストランチェーン。美味しくてメニューも豊富なので、函館に来たら今のところ毎回必ず訪れています。まずは生ビール。キンキンに冷えている。ラッキーピエロはまずカウンターで商品を注文。するとチケットが渡され、それに自分が座るテーブルの番号を書きます。番号を書いたチケットをカウンターの横の箱に入れると、店員さんが商品を席に持ってきてくれるシステム。テーブルの番号を書いた紙をカウンターに置いてきます。待っていると運ばれてきました。ドーンと大きなカレーに甘辛チキンが乗ったチャイニーズチキンカレー。無性にカレーが食べたくなることってありますよね。ラッキーピエロ曰く、全国のカレーの名店を食べ歩いたが、お袋のカレーが一番。お袋のカレーを思い出しながら2番目にうまいカレーを作っているとのこと。こちらはオリジナルラキポテ。フライドポテトにミートソースをかけた、これまたボリューミーなメニュー。これを冷えたビールでぐいっと流し込む。夜にこんな食べていいのか。いいでしょう。チャイニーズチキンは結構甘めの味付け。ご飯が進みます。このチキンが入っているチャイニーズチキンバーガーもおすすめですよ。気軽にローカルの食事とビールを楽しめて、美味しくてボリューミー。観光客だけじゃなくて地元の人からも愛される理由がよくわかります。ごちそうさまでした。美味しかった。いやー、大満足。皆さんのおすすめメニューもぜひコメント欄で教えてください。おはようございます。今朝ホテルチェックアウトして今 JR 函館駅に来ました。いやー、昨日もね、いっぱい美味しいもの食べましたね。かなり贅沢な一日となりました。でこれから、特急列車に乗るんだけども、その中でね、まだ食べたいものがあります。これから函館の定番のお土産をね、下の売店で、ね、ちょっと買いに行っていきたいと思います。では JR 函館駅の1階にはコンビニやお土産屋さんが何店舗か入っています。2階は飲食店フロア。吹き抜けの明るい駅ですね。道南で出会う世界遺産、北海道北東北の縄文遺跡群。へえ、こういうのもあるんですね。いよいよ函館札幌間を結ぶ特急列車北斗が発車します。購入したお土産品はこちら。定番の札幌クラシック、絶品半熟燻製卵、函館といえばこれ、トラピスチヌクッキー、そして北のすり身や札幌木の玉ねぎ店、最後にメルチーズプレーン味。おつまみからスイーツまで揃えてみました。それでは北海道の移りゆく車窓を眺めながら早速いただきます。まずはこれでしょう。北海道に来たら必ず買っちゃいますよね。札幌クラシック、いただきます。うーん、すっきり爽快。おつまみに燻製卵、函館の有限会社笹川の商品。桜チップでいぶした本格的な燻製を味わえます。卵は黄身のコクが強いビオーランを使用。中はとろっとろの半熟。卵のコクと燻製の香りがおつまみに最高。続いては札幌木の玉ねぎ店。こちらは小樽の二幸食品の商品。函館土産ではないんですが、気になって買ってみました。札幌木というのは玉ねぎの品種の名前で、加熱後の強い甘みが特徴。流通量が少ないため幻の玉ねぎとも呼ばれます。
原料の魚のすり身もすべて北海道産というこだわりのかまぼこ。ふわっとした食感と玉ねぎの強い甘みと香り、これはすごい。袋を開けてかじって食べるには贅沢すぎる。また食べたいなと思って調べたら、小樽市ふるさと納税返礼品にもなっているようです。甘いものも行きましょう。トラピスチヌクッキー。箱に入ったトラピストクッキーはあちこちの売店で見かけるのですが、こちらは函館トラピスチヌ修道院天使園のクッキー。シスターの手作りのためあまり流通していません。食べてから気づいたのですが、間違えてココナッツ味を買ってしまいました。ココナッツがふわっと香って美味しかったです。最後はメルチーズ。こちらは視聴者さんおすすめの商品とのことで購入してみました。私はプレーン味をチョイス。冷凍状態で売られたものを 2,3 時間解凍してからいただきます。もうそろそろ食べ頃かな。楕円形の一口サイズのスフレチーズケーキ。わ、すごいふわふわ。崩れないようにそーっと持って。しっとり濃厚なクリームチーズだけど重くない。これは何個も何個も手が伸びちゃう。函館発メルチーズプレーン味、リピート確定、おすすめです。函館を発車してから2時間30分。今回は登別で途中下車して登別温泉に寄ってみます。登別温泉は名実ともに北海道を代表する温泉地で、地名はアイヌ語のヌプルベツ、色の濃い川に由来しています。その名の通り白濁した川が流れているこの場所は大湯沼川の天然足湯。海外の観光客にも人気のスポットで、無料で足湯を楽しむことができます。今回は滞在時間が短かったので、登別温泉での撮影はここだけですが、この後濃い源泉に浸かることができました。翌朝、登別温泉から高速バスで札幌を目指し、札幌からはレンタカーで旭川、帯広へとドライブしながら車中泊にも挑戦します。旅の様子は YouTube でお届けする予定なので、次の動画も見てもらえると嬉しいです。これからもこのチャンネルでは北海道の魅力を発信していきます。皆さんの高評価、コメントが動画制作の励みになります。ぜひお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。